Hello， 大家好，欢迎回来观看《刀剑神域：虚空转场》的游戏。唉，这游戏我已经玩了很久哎，不知道该怎么快速通关。自从我过了虚空任务之后，虚空的剧情我就没动力了。这款游戏。お前の役に立ちそうなもんとなると、今は。いや、待て。物じゃねえがな。この76層で、ちょっと変わったものが見つかったって噂があってな。なんでも、不思議な石だとかなんとか。近くまで行った奴がいないとかで、詳しい話はわからないらしいんだが。ま、今のところは。ただの噂ってレベルだけどな。那谢谢姐。今度はお望みの掘り出し物を用意できるよう努力しておくぜ。先不需要再婚，那你聊什么啊？这似乎知道传言的事，这些事件。这事件，我，这事件我真的需要做吗？我开始怀疑了。吃中饭了，走，吃饭去。好。还需要聊天，好像说啊，キリトさん、その斯里卡说过什么啊？お話が、我不记得了。什么？やっぱりちょっと場所変えませんか？ちょっと。まずいかも。傻笑。とにかく外に出ましょう。ついてきてください。别拖喽，别再拖喽，开始有点不耐烦了。我跟斯里卡做过什么事啊？我想不起来了。哦，想起来了，感谢你的提醒。唉。いいえ、キリトさんのおかげです。キリトさんがいたから、私頑張れたんです。何かお礼がしたいなってずっと考えてたんですけど、私にはキリトさんに何かしてあげられるような生産系スキルもないし、生産愛情、愛情生産技能。私のファーストキス。干。同人必须死。但是这是在虚拟世界吧，所以不算，这不算，这不算，这不算，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 不算了。这是在立 flag 哦。これからもいろいろとお世話になっちゃうかもしれませんけど、よろ
しくお願いします。可以啦可以啦，这个可以啦，这个。然后我现在需要这一道传言啊。どうした？啊，干！为了跟个汉子说话。今ちょっと出かけてるみたいです。ママに何か用があったんですか？KOB 是什么来着？工会吗？ですね。糟了，我完全忘了。お願いがあるんですけど。奇怪石头吗？この76層の外れに。ちょっと変わった石のオブジェみたいなものがあるそうなんですけど。お、我刚刚按快了、拍手。実はそこに私を連れて行ってほしいんです。はっきりとした確証はないんですが。我需要一些比较紧张的剧情。コンソールのようなものだと思うんです。お、お、来了吗？私の機能を取り戻せるかもしれません。もちろん悪いは。全くの無駄足になっちゃうかもしれませんけど。あ、でもそれでパパたちのお役に立てるようになるかどうかもわからないんです。パパ、ありがとうございます。それなら問題ありません。大体の場所は予測がついていますので、近くまで私が案内できると思います。ありました。あれです。我要看哦，幸好，还好他给玩家看。私がパパやママと一度お別れした時にあったコンソールのことですね。有吗？我都忘记了耶，这个好像是动画原作里面的剧情，我忘了。嗯，是敌人。そうみたいですね。おそらくですが、コンソールに人を近づかせないために配置されているようです。おそらくあれも同じか。もしくはそれ以上のボスモンスターだと思われます。ああ、はい、そうですね。何よりパパを危険な目に遭わせるわけにはいきません。残念ですけど、仕方ないです。那么重要。そのはっきりとは言えませんが。多分为了女儿冲啊！那敌人只有还一个，把引开，趁机绕过去。そんなのパパが危険すぎます。不行的话，马上退下。每个那个时候会变成封闭空间的感觉。看清楚，他看清楚，你看到对手比较好，采取行动。剧情也可以利用。早く終わらせます。でも。無理だと思ったらすぐ離れてくださいね。モンスターの役目がコンソールを守ることなら、コンソールから一定距離以上は追っては来ないはずです。这么太远，那个要切下来呀、啊？不可以跟那个装置放在同一排吗？那个字不要太整墙，太一定要去接近操控装置，这样也会很危险。もしモンスターがパパじゃなく私の方に来るならすぐ逃げるようにします。好吧好吧看这个就是玩很多恋爱游戏的一个缺陷啦、啊、只能看自嗨
拜啦。大丈夫ですか？はい。ただほんの一部ですし、攻略に役立つようなものはありませんでしたが、一応権限を完全に取り戻せないかも確認してみたんですが、あのコンソールからでは無理のようです。はい、美味しいものたくさん食べてくださいね。就这样，就这样，就这样，这一次我有什么想做？それでね、お母さん役になった人は、加加酒。あ、キリトさん、ですね。おままごとという遊びを教わってました。ゆいちゃんがおままごとを知らないっていうものですから、とっても面白いですよ。みんなでパパと子供が子供が似曾相似あ。ロールプレイするんです。パパはおままごとってやったことありますか？パパは経験者なんですね。陪他。おままごとやってみたいです。同人他说小时候蹦陪他玩过几次，那他是谁啊？女字边的耶。はい、ありがとうございます。本当ですか？じゃあ、パパがパパ役で、私がママ役。要吵了，要吵了。それじゃあ、私が子供役。刚不小心把 CD 卡还是按掉，拍谁？いいよ。でもキリトさんと夫婦っていうのも味わってみたかったな、なんて。それなら次はシリカさんがママ役をお願いします。ありがとう、ユイちゃん。私、立派にキリトさんの娘さんになりきってみせますから。不用扮得很像了。それじゃあ始めましょう。パパ、ママ、そのおはようございます。はーい、ちょっと待ってくださいね。今朝ごはんを作りますから。用傻作。スクランブルエッグどっちがいいですか？パパと同じのがいいです。这个选项真的是哦。目玉焼きですね。はい、ちょっと待ってくださいね。なるほど。キリトさんは目玉焼き派ですか？大伯问你，哎，去哪吃？哦，跟那谁谁一样就好了。哥就把这个问题抛给另外一个人了，超爽。シリカちゃん、朝ごはんはパンにしますか？それともご飯ですか？パパと同じします。パパと同じのがいいです。それじゃあパンにしますね。今日は黒パンですよ。キリトさんは朝はパン派。よし。シリカちゃん、いえ、なんでもないですよ、ママ。ただいま。あ、ママ。あれ、キリト君とシリカちゃんも一緒だったんだ。今、三人でおままごとをやっていたんです。私がママで、パパがパパで。私が子供役です。それじゃあ私はおばあちゃん、シリカちゃんのおばあちゃん。ママも子供役で一緒にどうですか？子供はたくさんいた方が楽しいです。おままごとか懐かしいな。それじゃあお言葉に甘えてお邪魔します。シリカお姉ちゃん、
これからよろしくね。え、アズナさん、妹なんですか？後から入ってきたからね。なるほど。それじゃあ、よろしくお願いします。如果这个时候一大票后宫回来，大家都是女儿。かくれんぼしたり、砂場でお城を作ったり、楽しかったね。でも日も暮れてきたし、そろそろお家に帰らなきゃ。ママ、ただいま。おかえりなさい、シリカちゃん、アスナちゃん。お外は楽しかった？话说，好像很少会听杰伊喊亚斯娜的名字。外から帰ってきたら、ちゃんと手を洗ってうがいをするんですよ。はーい。跟平常的立场完全相反。何やってんの？啊，回来了，回来了，回来了。三女が帰ってきたわね。三女。なるほど、そういうことか。リズは三女だからね。もう役まで決まっているわけね。はいはい、付き合いますよ。再来一个。パパ、タッコ。ちょっとくっつきすぎよ。ノンノン、分かってないわね、アスナ。末っ子が甘えん坊なのは基本中の基本よ。被占骗你了。あのね、取引屋で取引されてる8万コルのレア鉱石が欲しいな。バレたか。リズちゃんは本当に甘えん坊さんですね。ほら、こっちに来なさい。ママが膝枕してあげますよ。あ、よしよし。リズちゃんはいい子ですね。甘えたくなったらいつでもこうしてあげますからね。杰伊太天使了。又来了，又来了。みんな何してるの？侍女。おままごと？四女が来た。侍女已上线。え、私もやるの？問答無用の強制参加よ。今ならキリとパパとユイママに甘えたい放題の特典付き。甘えたい放題？ほら、リーファちゃん、そんなところにいないで、ママのところにいらっしゃい。うん、そういうことなら私も。怎么感觉有点好笑啊？这个。みんな、晩ご飯ができましたよ。わーい、今日のご飯何かな？今日はリーファちゃんの大好きなラグーラビットのシチューですよ。兔肉。やった！ママの作るシチュー、私大好き。ママはこの料理でパパのハートを射止めたんですよ。え？因为这顿汤大概是跟亚瑟娜一起行动。ゆいちゃん。じゃなくてママ、その話はちょっと恥ずかしいというか。あ、それは本当のパパとママの話でした。ママはパパとラブラブで羨ましいな。这句话是真心的。パパの令人羡慕是真心的。それなら、私は左隣もらうもん。もうみんな、真面目におままごとしてください。舞女快回来呀。それなら、私はパパの膝の上に。
それはさすがに認められません。はいはい、みんな喧嘩しちゃダメですよ。パパとママの言うこと聞いていい子にしてくださいね。はい、それじゃあみんなでいただきますしましょう。せーの、いただきます。被大家听了。たくさんでとっても幸せです。これは、哦、舞女上線。シノノも一緒にどう？应该不会参加吧。とっても楽しいですよ、シノンさん。楽しいですよ。无法拒绝的建议请求。それじゃあ入れてもらってもいいかしら。はい、どうぞどうぞ。又增加了。さんは一番下の妹ですか。気がついたら私ずいぶんお姉ちゃんになっちゃいました。そもそも私たち何歳の設定よ。あ、私7歳くらいのつもりでした。そうなると私は4歳とか。声音不就是就三岁。シノさんは赤ちゃん役ですね。え？バブー。ママが抱っこしてあげまちゅね。それはさすがに。ああ、しい。いこいこ。あーすな。シノマン、頑張って赤ちゃんになりきるの。バ、バ、バ、バブ。はい、シノンちゃんもそろそろご飯の時間でちゅよ。おっぱい欲しいでちゅか。バ来了来了，刚才外面吵死了。两岁，两岁，两岁。おままごとをやっているのよ。ゆいちゃんがママで、キリトがパパで、私たちが子供役っていう。へえ、面白そうだね。私も参加していい？自愿加入我。角色是。末っ子の私が赤ん坊だから、フィリアは子供役以外になるんじゃないの？子供役以外だとおばあちゃんとか。それは嫌だな。じゃあフィリアさんのペットの目をやりましょう。え、私ペット役。フィーちゃん喋っちゃダメですよ、おばあちゃんなんですから。被子音乐的都轮回了。犬決定か。わ、ワン。あ、フィーちゃんお帰りなさい。今まで一体どこに行っていたんですか。ク、クー。わ、有点像、有点像、有点像。かまってもらえなくて、拗ねて近所を歩いていたんですね。え、ママは犬と喋れるの。这一次小小智转身，从皮卡皮卡就可以听出一整串字来。妈妈是物知りなんですから。ですからパパ、フィーちゃんにちゃんと構ってあげてください。哦，感觉让小费占便宜了。哦，很高兴哦。パパからなでなでされて羨ましいです。把字
把自尊都丢地上了。犬に決まった時は一番損な役だと思ったけど、もしかして意外意外的挺吃香。哇哦！变狼了。フィーちゃんご機嫌ですね。可以结束了吧？谢谢哦。哎，还有我干。それじゃあ、そろそろお休みしましょう。最後にママから子供たちにお休みのチューですよ。くすぐったいです。でも、なんかこういうのもいいかも。三歳。三歳。ああ、キリトとアスナが羨ましくなっちゃった。もう、ちゃかさないでよ。子供たちにチューですよ。ちょっとチューってそんな怎么病啊？那是。子供たちが待ってますよ。ゆいちゃん、パパはチューしなくていいんだよ。あれ、そうなんですか？快快快来反驳啊！そうなんですか。私知りませんでした。快来人反驳！パパのチューが做得好。眠れないよ。做得好，做得好。リーズ、冗談だって。それじゃあここでおしまいですね。おままごとすごく楽しかったです。皆さんありがとうございました。まあこんなことでよければいつでも付き合うわよ。ですね。また遊ぼうね、ゆいちゃん。私も楽しかったよ。うん。ちょっと恥ずかしかったけど、普段はできない経験で面白かった。今度はもう少し普通の役をさせてよね。今度はシリカさんがママ役なのは決まっています。決まってる？はい、シリカさんがパパと夫婦をやりたいと。なんでもないですよ。なんでも何でもないような反応には見えないけどね。要逃跑被发现了。はい。はい。啊，终于，终于。接下来就，啊。迷宫，迷宫，没时间了。光是要看那个时间就花半个小时去了。等级最低的立法，我就带立法去迷宫好了啦。原来我才到87层，还有13层，干。怎么玩啊？我任务也接了嘛，拆去，然后半兽人身上收集，开个地图好了。这迷宫绝对是那种，只要走错了就会回到原来的地方，然后再重新爬过。看吧，就说了，我刚走哪一个来着啊？这边好像有任务我没有做是吧？呵呵，哎。
谁吧？乙公。第一次来刚刚没算到 Mission fail 真的这么有一次来就是再让我放个地图别背哦，不要被发现了。OK。谢谢。又来。都不懂要说什么好了。怎么一样的任务 要重复三次啊？这游戏开始偷懒了耶！到了门口啦，然后这边开始我就可以剪掉了，然后我要做我的任务，就可以打 boss， 然后就一集就基本上没有了，就这样吧。等一下再见的时候就是打 boss 的时候了。怎么感觉这只王的动作那么蠢，好蠢的感觉上。
又是一个 boss， 又是一层了。そうね。老套路，老套路，不用看了，看了十二次了。哇！アクティベートしておいたから。还蛮漂亮的嘛。わかった。打属性好像只有荔枝有哎。哇，上等牛肉。なになに？ヒドゥンバイソンの肉？ちょっとこれってすごいレア食材じゃなかった？はい、S級食材ですね。それが丸々一頭分。褒めて褒めて。褒めて褒めて。今から私がキリトにご馳走してあげる。ちょっと待て。この量をキリト一人で食べるのか？そうだよ。キリトならこのくらいの量ペロッと食べちゃうよね。ねえ、あんたの料理スキルってどれくらいなの？料理スキル？持ってないよ。スキルがないって、おいおい。それならそこの長級シェフに頼んだ方がいいんじゃねえのか？キリトがそう言うなら私もそれでいいよ。私なら二つ返事で引き受けるわよ。 S 級食材なんてそうそうお目にかかれないし。うん、任せておいて。おいキリト、俺はラグーラビットの剣を常々恨みに思っていたんだが。这是什么啊？之前拿 S 色彩，那个是克莱因的时候吗？よし、行ったな。今回は食わせてもらうぞ。アスナさん、もし食材に余裕があるなら、私もお料理してみたいんですけど。うん、もちろんいいわよ。一緒に作ろう。はい。それじゃあ、私も何か作ってみようかな。リズが料理なんて珍しい。好啦好啦，去啦去啦。ちょっとした気まぐれってやつよ。快点啦快点啦。私もお料理。哦，够了。それじゃあ、パパに美味しいもの食べさせてあげようね。はい。虽然我不耐烦，但是我还是想要听完他们的每一段话。嗯，もちろんよ。所以这是我性格自找的吗？だってみんなでお料理するみたいだし。そうそう、みんなでお料理しよう。はい、よろしくお願いします。はいはい、私もお料理作りたいな。所以菲利亚如果到现阶段都还没救回来的话。有没有他的剧情啊？一开始，如果玩家一开始游戏就把菲利亚救回来的话，那剧情是不是很多啊？トレジャーハントでダンジョンに持っているときは、結構その場で料理を作ったりすることもあるんだ。みんなが作るなら私も作るし。又来了，被。どうするって？被牵扯进去了。食べたいの？私の料理。我想吃，真的。冗談よ。で、何を作ろうかしら。相当いい食材なのよね、これ。まあ、勝手はわからないけど、聞きながらやればなんとかできるんじゃないかしら。その代わり、ちゃんと完食しなさいよ。好。シノノも一緒に頑張ろう。わかんないところは教えてあげるからね。比起这里的每一位后宫，我更想吃死因的。死因是我的本命。誰が一番美味しい料理を作れるか、協
競争しようか。競争ね。それだと不不不不不春日が1位確定になっちゃうけど。第一名就一定是四赢了。それなら大丈夫。私がみんなのお料理を完全監修してあげる。それよりも何を作りたいか、こっちの方が重要になってくるわよ。なるほど、味はアスナの保証付きってわけね。それじゃあ誰が一番キリトが気に入る料理を作ったかで勝負しましょうか。うん、審査員よろしくね。快点啦。できたわよ、キリト。很快。リズベット特製チンジャオロース一丁上がり。どう？って言っても味はアスナの保証付きだけど、赤ピーマンの彩りの代わりにちょっと人には言えない食材使っちゃったけど。就別说啊。問題なく食べられているみたいだし大丈夫みたいね。パパ、できましたよ。ハンバーグです。食べてください。一口就 一口吃的尺寸。これは手がちっちゃくて、でも数はいっぱいありますよ。好吃的没话说。嗯，最好吃最好吃。ママにもたくさん手伝ってもらったんですよ。またお料理作ったら食べてくださいね、パパ。はい、できたわよ。一応。很快要适应的。でもいくらなんでも出来上がるのが早すぎて不安だわ。ローストビーフよ。最低でも作るのに2時間がかかると思ってたんだけど。可以理解。毕竟这是游戏嘛。どうぞ。口に合えばいいんだけど。绝对要吃完 这一碗。其他人的不吃也无所谓了，就这一碗 要吃完。そう。褒めすぎよ。美味しいのは食材の良さとアスナが手伝ってくれたおかげ。まあそうだけど。まあ気に入ってもらえたならよかったかな。キリトさん、私の料理もできました。その私あんまり料理とかしたことないから、普通の肉じゃがなんですけど、緊張します。本当ですか？そんな大げさですよ。お嫁さん？何言ってるんですか、キリトさん。そうだ、みんなの取り皿を出してこなきゃ。それじゃ。キリト君、それが盛り付けたらなんか、はい、これ。リファは先生会不会做料理啊？牛丼。お兄ちゃん。本当？虽然这种事虽然外观不怎么样，但是味道好极了的设定的套路。食べなくても。そうなの？とにかく普通に食べれるみたいでよかった。緊張するな。这碗也是要
必须吃完。味は問題ないと思うんだけど、リーファの牛丼と一緒で見た目がちょっと。じゃあどうぞ。料理名は一応ケバブかな。没听过的料理，铁串之类的东西，把肉串起来，再烘烤过。铁串，而是用骨头。そうなんだ。ダンジョン内でもドロップで結構手に入るから、串代わりに使っているの。菲利亚是ただ哪里人呢？今回は肉が大きかったから。串焼きって感じじゃなくて、菲利亚是日本人吗？还是是外国的？哎 ，SL 有没有对外国人进行开测验啊？开麦之类没有吗？こういう時ってドキドキするね。あ、味はどう？キリト、本当に？うん、正解だよ。最初は耐久値が増えて携帯に便利だから燻製にしていたんだけど、香りもいいし、あと味も良くなることに気づいたんだよね。喜んでもらえたみたいで嬉しいな。そっかそっか、見た目が変でも味が美味しいなら合格だよね。总觉得斯多利亚的会很雷。なんか私のよりすごい見た目。只有斯多利亚的有特写。OK， 知道了，了了。ね。明白了，明白了。ちょっと見た目は悪いけど味は大丈夫。はい、キリト。あーん。キリト君。ん？意外好吃之类的吗？え。でしょでしょ。哦，是吼，毕竟味道都呀已经被亚瑟那保证了嘛。明明就想吃更多，但是筷子却动不了，可是还是想吃，一种革命。すごい褒められてる。褒めてるのかな、それ。はい、キリト君。哦，压着我。诶，荔枝还没有做好吗？コトレッタ、ミラノ風カツレツだよ。付け合わせのサラダとトマトソースを作ってたら遅くなっちゃったけど。不愧是人妻。もう褒めすぎだよキリト君。さあ、それじゃあキリト、そろそろ決めてもらいましょうか。え、おお、荔枝好像第二个就完成了嘛？干，脑残了。料理が一番だった？可以让我选吗？我要选。哦哦，可以选可以选。这种时候当然是。私？そうなんだ。ありがとう。爽。でも不走正常路线。あれは定番じゃない？そう。爽。よし。へえ。一位も決まったところで、早速みんなで食おうぜ。こっちは早く食べたくてさっきからうずうずしてるんだからよ。俺もだキリト。早く食べようぜ。同人已经吃够了吧？いただきます。よっしゃ、一生分の肉を食うぜ。がつくんじゃねえぞ、しっかり味わえよ。そうは言っても、こ
高級食材なんだから、止まらねえよ、そんなに焦らなくてもまだたくさんあるのに。うわぁ、みるみる料理が減っていくね。ものすごい食欲です。でもこうやって自分の作ったものを食べてもらうのは悪くないわね。そうそう、私が鍛冶屋をやっているのも相手に喜んでもらいたいからだしね。皆さん、おかわりもありますからね。私たちも早く食べないと自分の分がなくなってしまいそうです。干，我饿了。我玩这游戏的时候已经是一点了，凌晨一点了，饿了。堪能したぜ。俺生きててよかったよ。虽然是在游戏里啊。ね。三日に一度はこんな日があるといいな。ゲームだけどね。ゲームだけ。大げさね。でも本当にどの料理も美味しかった。思い出すだけで幸せになれそう。お粗末様でした。あれだけの食べっぷりを見せられると作ってよかったって思っちゃうな。みんなでこうやってワイワイやるのってすっごく楽しいね。そうだ。ねえねえキリト、私今日はここの宿屋に泊まっていくね。お、不跟同人一起睡吗？もっとみんなとこうしていたいな。大歓迎ですよ。夜はいっぱいおしゃべりしましょう。うん、賛成。ストレアさんのことをいろいろ聞かせてほしいな。ありがとう。私。怎么啦？怎么声音这么沉啊？ごめん。なんか苦しくて眠れないの。ううん。ちょっと違う。哇！都手都搭上去了。嗯，妈妈。ごめんね、心配かけて。多分私自身の問題だから。重要進斯多雷亞線了吗？関係してるのかな。ね、私時々頭の中に自分でない誰かがいる気がするの。その誰かの頭が痛くなると私も一緒に痛くなって、いろいろなものが私の頭の中に流れ込んでくるの。うん、なんかいろんなもの。でもそれが何なのかはよくわからない。何かすごく大事なんだけど忘れちゃってることみたいな。でもそれを思い出しちゃうと私が私じゃなくなっちゃう気もするの。それがとっても不安。キリト。キリト。みんな。ありがとうね。绝对出事了。啊，老套路。キリトとお話ししてたらなんだか眠くなってきちゃった。今晩は。好啊，好啊。もういいよね。睡吧，睡吧。もうここで寝るって決めたの。おやすみなさい。睡地吧。应该获得更高的评价，他跟我这种人不一样。当然不一样啊，人家是妹子欸。キリト君、起きてる？修罗场来了。
どうしたの？入るよ。おはよう、キリト君。わけって何が？お、走了已经。ストレアさんはちょっと前に帰っちゃったよ。うん。だからキリト君を起こそうとしたら寝てるからいいよって。昨日はすごい楽しそうだったよね。またいつでも来てねって言っておいたよ。うん、そうね。でね、キリト君。为何斯多利亚会知道 你还在睡觉？さっき慌ててたの。あれ何？本当かな？なんか怪しいけど、まあいっか。但是呢，他们似乎在艾吉尔店很热。什么字啊？温念，这一传来的消息，中央广场。哎，还没有有斯多利亚的那个事件。啊，这些我之后自己弄了，现在已经很晚了。我也不想要录太长，所以这集就先玩到这里啦。感觉这样下去也不是办法欸。这游戏已经玩了很久了，但是一直在做一样的事情，有点重复了。难道要现在更换拍摄手法吗？不懂欸，不确定，再让我想一下吧。这游戏暂时先玩到这里了，那我们下期再见吧。